こんにちは、ハイジです。さあ、というわけで始まりました、ツイッター宛てに寄せられたリクエストにお答えしていこうのコーナーでございます。というわけで今日はですね、ツイッターの方にこんなコメントが来ております。ひろゆき 2DA さんからのコメントですね。カップ焼きそばにひきわり納豆を入れたら美味しいらしいです。というわけでこれはもうね、非常にシンプルな、レシピでございまして、シンプルな上にあれこれどうなるんだろうなってちょっと気になりますよね。まずは今日のカップ焼きそばはこちらの、まるちゃんさんのガツ盛りソース焼きそばを使ってみたいと思いますね。うん、こんなもんかな。これで待ちましょう。うん、焼きそばで思い出すのが、僕ね、子供の頃にお父さんと飼ってた犬と一緒にキャンプに行ったんですよ、山に。で、その山のね、頂上に着いてみんなでお食事をしてる時に、ポットに入れてきたお湯でカップ焼きそばを作って食べたんですよ。で、やっぱさ、頂上で食べる焼きそばってすげえうまいじゃん。食べてたら、こうちょっと焼きそばを置いてなんか違うものをつまんでいる最中に、犬がまだね、結構焼きそばが入ってるその容器の端っこをくわえて、犬に向こうにササササササって走っていっちゃったんですよ。犬がさ、しょっぱいもん食べちゃいけないっていうのがあるからさ、それちょっと返しなさい、食べちゃダメだよ、うん、あなたが食べるのはちゃんとこっちにあるからそれ食べなきゃダメだよっつって追いかけてたんですよ。そしたら、で、混ぜましょう。マヨネーズはまだいきませんからね。はい、かき混ぜまして、こうですね。はい、今んとこ色的にはもう茶色いだけなので、ネギをぶっ込んでみたいと思います。これがいいアクセントになるんじゃないかと思って、はい、これでね、まあ彩りは結構良くなってきましたよ。このね、納豆とネギと焼きそばをつなぎ止めるつなぎ役としまして、温泉卵、パカッと温泉卵が乗りました。はい、ちょっともう崩しちゃいましょう。風味を良くするためにごま油ちょい垂らしして、マヨネーズ的なやつを端っこの方に、これこの辺にプチョッと、ネギ納豆焼きそば温玉のせでございます。さあ、というわけでこれはもうね、美味しいとしか思えないよ、ここまで来ると。もし納豆と焼きそばの相性がそんなに良くなかったとしても、温泉卵とネギでなんかカバーしちゃってるような感じがするから、もう絶対美味しいと思うんだよ。いただきます。美味しい、全てが見事に調和した最高の焼きそばになっちゃいました。うん、今にして思えば、うん、すき家の牛丼でなんかこんなメニューありそうだなって気がしてきましたよ。米の部分が焼きそばになっただけじゃんっていう、麺だからこそツルツルいけるこの美味しさ。うん、マヨネーズももうぐちゃぐちゃにかき混ぜて食べてみましょうか。もうマヨネーズ入れる前からだいぶね、味も結構濃いしパンチもあるし、マヨネーズはもういらないかなって感じはします。ただ見てよ、このね、麺に絡みつくネギ全部使っちゃったけど大丈夫だよね。なんか臭い、何の匂い、納豆です、納豆人が食べてるもの臭いとは何事ですか、本当に。なんか匂いがすごいですよ。